年度末、まあ、来週がもう1日あるんですけども、来週は30日でもう月曜日で年度末が終わりますので、神様が今日この1週間、そしてまああと2日入れたら、9日間あるんですけども、今日入れてですね、その年度末になすべきことを語りなさいと言われたんですね。だから今日は年度末メッセージと思ってください。で、何かというと2つあって、それは旧約聖書のさっき言った103編の2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださった方をことを何一つ忘れるなと。この1年の最後に、1年の最後です。そう意識しないと最後と思いません。いつも去年も先に先週も言いましたけど、みんな、11月、12月がやっぱり日本では最後ですし、10月を年度末というのは、我々意識しないとそう思えない、スルッと過ぎていきますので、ぜひ意識してほしいんですね。この年度末の時に、本当にこの去年の11、あ、去年というか11月からこの新年度が始まった1年間を振り返って、本当に主が良くしてくださったこと、一つは教会に、群れに、また教会に、そして私たち一人一人に良くしてくださったことを何一つ忘れるなってことは、一つ一つ丁寧に神様に感謝をして栄光を返しなさいってことなんですね。で、例えば群れ全体だったら、先週もファミリーホームができたこととかですね、子供を既に受け取っていることとかありますし、まあ私は個人的というよりも長崎教会の牧師ですけれども、去年の11月の、か去年というか今年度の11月のイスラエルチーム、それからあと3月かな、アメリカチーム、感謝の賛美とリバイバルキャンプ、それからパトモスチームと、今年は全部行くことができたんですね。で、これは長崎教会の牧師としてすごく大きな恵みだったと思います。そういうこととか、それぞれね、例えばインターナショナルサービスが非常に人々がまたましくなってきたとかですね、明らかに神様の祝福が動き始めてるわけですね。野見山さんは入院したんですけども、その結果お嬢さんが戻ってきたとかですね、いろいろあると思うんですね。で、そのよくしてくださったことを神様に丁寧に意識して感謝していくってことをね。で、よくしてくださったことに、本当によくしてくださったこと、本当にって言ったら嘘によくしてくださったことはないんですけど、どう見てもよくしてくださったことと、もう一つは、最初は良くなかったんだけども、見事に神が逆転してくださってよくしてくださったことがあると思うんです。まあ、さっき言いました、野宮さんが入院してですね、顔が腫れた時はちょっとショックでしたね。教会としてもショックだし、まあ、本人はね、信仰があったかもしれませんけど、やっぱり良いことではなかったですよね。でも、ね、でしかもご主人まで入院してしまって良いことじゃなかったんですけども、ところが結果的にはそれがお嬢さんが帰ってことになったし、野見山さんがご主人に心を向ける、まだ足りないと思いますけれども、随分大きく変わったきっかけになりましたし、非常に大きな結果的には良くことになったわけですよね。だから、もうすでに良くことになったことがあると思うんですね。だから、最初から良かったということと、最初は良くなかったけど良いことになったことがあったと思うんです。ね。例えば、今日の御越新聞。御越新聞の証の面に何回も出れるようになりたいですね。その一番近道はですね、思わず笑顔になってしまう話を忠実に出すことです。ね、担当者の方は今誰だったっけ？のぞみちゃんだっけ？どうぞ皆さん、私も乗せてくださいって、どなたでも乗せれるんですよ。だから遠慮なくおっしゃってあげてください。ね、で、これ、南君がね、また出てますよね。180度の油に手を突っ込んだってね。ね、これ読まれたら分かりますけれども、これまたケンタッキーの話なんですけどもね。180度の油の中に右手を丸ごと突っ込んでしまったところですね。なんかね、スタッフ2人の勤務で2時間を回していましたと。店内の業務を担当している私は接客と調理を両方したと書いてますね。180度設定していた機械の隣を掃除しているときに、油を、まあ書いてあるように書いてますね。そしたら気がついたら、とにかく油の180度設定したところにこうね、ジューって手が入って、ジューって音がしたんです。ジューって。面白いですよ。手がグーの形で油の中に入り、ジューッと聞きたくない音がしました。とっさに水と氷で冷やしました。
ね、でもう一人に変わってもらって、すぐ神様に感謝したんだけども、このことを許されたことも感謝し、治るように真剣にしましたと。油に入った手を氷で冷やしますが、暑さで瞬時に氷は溶け、あまりの痛みに私は飛び上がりそうでした。病院に行こうと思いましたが、その日は時間が遅く、急で帰りの人もいなかったので、とにかく冷やし、痛みに耐えながら感謝し、勤務を一刻帰宅しました。すごいなと思うけどね。で、家帰ってからも、もう寝る時も手がうずき、なかなか寝られません。うつらうつらする中で、気がついたら朝になっていましたと。で、起きた時私はびっくりしました。私の経験上、油が飛んでちょっとの火傷でも水ぶくれしてひどい状態になるのに、まずあんなに痛かった痛みが消えてしまい、次に水ぶくれが一切ないのです。私は驚きました。で、神様の意思に感謝しました。で、職場の人がみんな知ってたんですよね。それで職場に行って神様を癒してくださってお伝えたら、みんなそのびっくりしてるんですね。180度の油に手を突っ込んだから、1週間か下手をしたら1ヶ月はもう、ね、来れないだろうと思っていたら、 次の日やってきて癒されていたんでびっくりして、そのことを通して職場の方々に明かす機会が与えられて、職場の人が救われたんですって。こういう証があるんだよね。で、職場の中にこう180度水突っ込んだってことはどう考えても良くないことだよね。でもその結果癒しを体験して人が救われたっていうのは素晴らしい体験ですよね。で、こういうこと皆さんにあるはずなんです。ないとしたらね、最悪の時感謝してない。感謝したけどなかったって人はね、忍耐がない。この時はすぐでしたけど、その日最後まで仕事してるんですよね。家に帰ってからもうずきながら感謝して寝てるんですよ ね。時間はそんな長くないかもしれないけど、1日だから。だけどすごかったと思いますよね。で、やっぱりね、最悪で始まった人にも感謝しておきゃ、でしてない人は今その最悪を感謝すればいいんですけど、とにかくこの1年の最後に本当に良かったなと思えること、最初からね。それから最悪だったりマイナスだったけども、本当に神が逆転してくださったことをちゃんと思い出して感謝する。で、もう一つは、今の段階でまだそのいいと思えない状況のこと。でも皆さんね、今日ね、良くないことを感謝しなさいって言うなって言われたんですよ。良くしてくださったことを何一つ忘れるので、面白いって感謝して神様に言ったらね、私は祝福する神であるって言われたんですよ。私は良いことをしているって言われたんですよ。で、皆さん良くないことと思っていること自体がもうすでにサタンに惑わされてるんです。いいですか。確かに人間的にはマイナスで最悪だけど、神は私たちに良いこと以外決してなさらないんですって信じてますか。信じてますか。はい、ね、ということはね、どういうことかというと、私の目に良くないことは感情的に良くないんです。それは当たり前。でも先週も言ったでしょ、感情良くないし、どうしてって思うんです。でも聖書は、神は祭典以外なさらない、私を祝福ために召したって書いてあるから、理解できないし分からないけど、あ、神様は祭典しかなしとらないってことを受け止めて、そのことを本当に感謝して、ね、あなたは祭典がなさらない方です、さっぱり分かりませんし、まあ、痛かったら痛い、辛かったら辛い、でもあなたは祭典しかなさらないから本当に感謝しますっていう時に、この向こうにすごいことがあるのも確かなんですけども、何を言いたかったらね、神様は祭典しかなさらないと思って立てる人っていうのは祭典を見るんですね。今日はね、だからね、良くないことを感謝しろって言うなって言われたんです。そのこと自体を感謝しろって、神様は良いことしかなさらないんだって言われたんです。昨日祈っててね、でもね、私ねちょっと分かるんです。父が召されましたね。私10月4日に会ったん、最後に。で、父は前の晩危なかったんです。自分で言ってました。でも、4年ぐらい前の CD 聞きながら、私の説教の CD を3つぐらい持ってました。それを聞きながら、神様、明日も誠って私が来るから、って言って必死に祈ったら、元気持ちこたえたって言って元気になってまして、で、手を置いて祈って、手を置いて祈って、次女が来たから4人で母と一緒に祈って、それで、じゃあ11月にまた来るし、12月ちょうど6日が誕生日なんですけど、東京行く前の日でちょうど大阪寄る予定だったから、6日に来るから9時さんに誕生日しようって言ったら、母がそれまで生きてるといいなってね、いや必ず生きてて誕生日しようねって言ったんですよ。で、その次の日に入院しちゃったんですよね。で、なんで91歳の誕生日できなかったんでしょうかね。
で、みんなね、一生懸命理由を考える。私考えません。次の日入院して、月曜日に召されたんです。で、火曜日に喉から取るかどうかを判断するためには、ハートの日だったんですけども、で、金曜日に管を取る予定だったんですね。人工呼吸のね。それでまあちょうど飛行機取っててね、よかったんですけども、ところが、月曜日に寝返りを看護師さんですかね、こう、射殺してあげた瞬間、ピタッと心臓が止まっちゃったんですよね。なんで？わかんないですよ。で、まあ、いろいろ皆さんね、励ましてくださるためにね、きっとこうだったとか、いりません。私いらないんです。もうそういうのいらないんです。神がなさったからそれでいいんです。神は父を愛してて、父に祭奠をしたんです。理由も説明もいりません。いらないです。聞きたくもないです。神がなさったことは全てなんだ。それで十分。この方は父に祭奠をなし、私に祭奠をなしとられる。それで全てですよ。もう本当に素晴らしい。ハレルヤです。ありますか？神様は私に良いこと以外なさらないし、父にも良いこと以外なさらない。それは無理してません。やっと原点に帰ってこれた。私は死にたとき、本当にあの十字架を死にたときに、もうこの方が愛以外になれないことを私は知ってるんです、私の霊は。その愛以外になれない方が許されたことは、父にとって私にとって祭奠に決まってるんですよ。なんで理由を探さないといけない？なんで説明しなきゃいけない？いらない、そんなものは。神がなさったんだからいいに決まってる。ありますかね。なんかね、私ね、ちょっとね、意思が変わってきたんですね。ね、もともとそういうタイプだったんですよね。なんかそれを悪いことを感じて、悪いことを感じてって言われてね、いいんですよ、感情的にはそうだから。なんかでも、いや、神様やったんだから、わかんないけど、きっと何か意味があるんだろうって、祭奠がなさらないんだって、いつもそこだったんですね、もともとね。なんか原点に帰ってこえた気がします。だって、十字架にイエス・キリストをつけて、私はあなってくださった方が、どうして私に良いこと以外、おできになるんですか？一人子イエス・キリストを十字架にかけた人が、なぜ愛以外になれるんですか？この方は愛以外にはなれないのです。でしょ？違いますか？私はそう知っています。そう信じていますし、それは分かりきったことです。だからね、もう明らかに良いことは感謝する。ね、私の目に悪く見えても逆転してしまったことは感謝するし、今まだ人間的な目で見たら良いと思えなかったり、理解できなかったり、分からないことがあったとしても、でも神様は最善以外なさないし、愛そのもの方だから感謝するんです。ありがとうございますって。そしてその後ね、いいですか？この向こうに良いことがあるっていうのはね、誤解のないように、祭奠をなされるっていうこと。神の祭奠をなされるってことなの。その祭奠は、例えば人間的にもいいなと思うことになるときもあれば、人間的には理解できないことになることもあるんです。でもさ、祭奠のされるって約束だから、祭奠なのです。断定に来ている私たちに、永遠が全て理解できるなんて、高ぶった心を持ってはいけません。汚れた私たちに、聖なる方である神の御心の全てが分かるなんて、そんな高ぶった心を持っちゃいけません。分かりませんよ。でも神は最低限なさらないお方だから、だから感謝をするんです。分かりますかね。で、これはね、すごくこれから黙示録を生きるときに、ものすごく重要になってまいります。これどうだろう、覚えてほしいですね。何が皆さんの拠り所でしょうか。神様の拠り所をしてないと、これから黙示録の時代厳しくなります。預言手帳ですか、誰か人ですか、自分の賜物や能力ですか。それはプレゼントから用いてください。とっても大事なことです。でも拠り所は神ご自身ですよね。そうですよね。これね、今ね、なんかね、これからね、
今年度リバイバル始めましたけど、このね、あとね、ぐーっと来始めて、新年度がね、爆発するときなのか、もう一年あるのかちょっと分かりませんけども、安易なことは言えませんが、間違いなくぐーっと来始めて、できたら新年度に爆発してほしいですね。ね、あれはもう一年待つのかしませんけど、とにかく、もうここほんの一年が勝負だと思いますけども、来るんですね。すごい性能で。でも、性能破壊が来るってことは、いよいよ迫害とかも本格に来るってことです。これはね、すごいなと思いますよね。だから、どうぞ皆さんね、神がやるところになっているとき、神が驚くべき場所を表してくださいます。でも同時に、困難があって来ることも来るけど、神がやるところになっているとき、祭典以外ないから、大丈夫なんですね。で、なんか、どうぞ、この新年度を迎える前、最後の1週間、意識して時間を取って、思い出して、思い出せない人は、日記を見て、日記つけてない人は、週報を見て、週報を取ってない人は、神様に祈って、思い出して、この1年間あった、良いこと、良いことになったこと、正直言って今はよくわからないこと、良いと思えないけど、でも神は祭がなさないから、そのことも感謝して、丁寧に神の前に感謝してみてください。神様は真実な方ですから、見事に答えられますよ。これはね、ぜひ覚えてほしいですね。それは一つ、ね、よくしてくださったことを何一つ忘れるな。で、もう一つはね、これだけでいいのかなと思ってたらね、だから神様もう一つね、言いなさいって、それは、このマリアはイエス様の足元に座って聞きっていた、まあ、何度も説教したか覚えてますよね。足元に座ってた。座ってたってことは簡単に立てないから、もう心はそこに定まってたって。で、聞きっていたってことは話に入ってた。だから本当にイエス様の足元に座って話に聞いてたってことはもう他が見えなくなるぐらい話に没頭したって。で、神様としっかり交わって御言葉に聞き入る時間、聖書に聞き入る時間、あるいは祈りながら神の語りかけをしっかり待つ時間、まあね、御言葉に触れる時間、それをぜひこの年度末持ってほしいのですね。神様が今まで語っていて忘れている言葉や、あるいは語ったけど聞かなかった言葉や、聞いたんだけどもちょっと置き去りにしてしまった言葉や、その時聞き落とした言葉はきっとあると思う、あるいは今まだ新たに語る言葉もあると思う。で、本当に主の言葉を聞いてほしいのです。その言葉はあなたにとって心を慰めたり癒したり励ましたり溶かしたりするだけじゃなくて、来たるべき年のあなたの人生を神の計画の中に導きます。この言葉を、で、これ、秋元さん、この秋って何言いましたか？何言いましたか？のぞみですよ。のぞみちゃん。神ののぞみは言葉から来るんです。幻も言葉から来るんです。神が言葉を与えたらね、それは成就するんです。もちろん吟味は必要ですよ。でも、しっくり座って聞いてたら、吟味もできる。パッて読んで、ね、公衆電話は3分間で昔は言ったけど、今公衆電話はない。携帯電話は永遠にってね。インスタントラーメンは今2分間ぐらいですかね。聖書読むのも1分30秒、パッてね。でね、どれが見事で、あ、これいいや、これハイパイって書きましょうっていう、そういうんじゃね。やらないよりいいですよ、はるかに。はるかにいいけど、御言葉を聞くんです。聞き入るんです。するとね、本当に神が語っている方はあっと思ってもこうじっと聞いてると消えていく言葉と逆にぐーっと入っていく言葉があるんですよ。今回も伝言式の時に私はみんな揃ったので感動したんですけども、実はいろいろ話そうと思っていることがあったんですね。ところが神様に祈ったら神の家族って明確に来たんですね。神の家族って教会で、肉の家族がみんな集まって、でみんなおじいちゃんが熱心だったから、みんなクリスイエス様のことを、まあ、教会昔は行ってて信じてるけど今行ってなかったり、でも信じてたり洗礼受けたり受けてなかったりいろいろあるんですけども、まあ、教会行ってない人多い、まあ結構つまずいてる牧師や役員たちに
ね、あの死ぬ時間じゃない人もいっぱいいますからね、みんな集まれてるね、それはまあ普通にあることです。で、なんか神様が一番言ったことは家族ってことで、神の家族である教会に、ね、帰ってこれるようにね、言っときなさいってことを言われたんです、すごく。へえと思ったんですね。でも、まあ、そういう話をしました。2日目何かなと思ったらね、天国と十字架ってきたんですね。まさに福音の家具でね。へえと思ってね、それね、一番簡単だけど一番難しいんです。天国はありますよって。どうして？いや、聖書に書いてあるから、なんであるって言えるんだ。見せてみろとか言うと困るでしょ。十字架の話はね、新井先生が面白い言ってました。十字架のメッセージはね、質問されたら困るんだって。もう説明できないって。十字架は宣言するだけだって。でもね、十字架の時が一番ね、人が救われるんです。その代わり一番ぶつかりが激しいんです。でね、はいと思ってね、祈ってたらね、面白い。祈ってたらね、あの私はね、一応十字架の時やる例えがいくつかあって、あれどれかなと思ってたらね、全然違うことを神が示されたんですよね。でね、こう祈ってるとね、神様がね、こう示したり教えたりすることがある。時間をかけるとね、祈りには代価が伴います。もうどう言われようと言います、代価を払わない祈りは祈りじゃないなんて言いません。祈りです。神はそれでも憐れみ深いから答えてくれますし、それでも神は憐れんでくださいます。それほど神の憐れみは深い。しかし代価を伴った時、生まれてくる祈りを通しての全能の神の奇跡と、十字架にかけるほど私たちを愛してくださった神の愛が、その人の人生やその祈りを通して人々に解き放たれるかどうかは、代価を払ってない人には起こらない。祈りに代価を払うかどうかはですが、払わなくたって呪われたりしません。それでも神は助けてって叫んだら助けてくれます。それぐらい神の憐れみは深いんです。でも代価を払って祈った人しか見ることのできない神の栄光と神の奇跡がある。そこでしか聞けない神の言葉がある。夫婦でも親子でもそうでしょう。ちょこっとした会話だけでどこまで話ができて、どこまで相手が分かるんですか。腰を据えて時間をかけて初めて分かることがいくらでもあるでしょう。ぶつかって喧嘩して心に血を流して、それでも一緒にいなければ分かってこないことがいっぱいある。二番目の姉は父とものすごく仲良かった。そして父の面倒を見たのはほとんど姉なんだ。三番目の息子が、私がまあ長男ですけど、三人息子、三人子供の末っ子で長男ですけども、父に対して親孝行したのはただ一つ牧師になったということです。天国に帰るその日まで経済的には助けてもらってばかりで、何にも助けられなかった。予定に言ったらドラ息子だ。でも2番目の姉はもう本当に父を助けた、あらゆる面で。でも父と姉は猛烈な喧嘩をして、姉は結婚するとき自殺未遂までして結婚したん。でも父も姉も向き合ってたんだ。ぶつかりながら、ぶつかりながら向き合って向き合って向き合ったから許し合って、あんなに深い関わりになったん。多くの人は人間関係でも、もう簡単に諦めてやめる。親子でも他人でも、私人間関係を変えろと言いません、どうぞご自由に。でもイエス様との関係をそういうふうにしないでほしい。イエス様と本当に向き合って座って聞いてほしい。で、言いたいことがあったら、いざ文句言うとは言いませんよ。感謝はしてほしい。だけど分からないことは素直に、分からないんですって言えばいいじゃない。イエス様に教えてくださいって言えばいいじゃない。キャラ牧師はあなた愛だって言いました、私もそう信じてるんですけど、どうも感情がついていかないんです、どうしたらいいんですかって言えばいいじゃない。イエスキリストに、時間をかけて、時間を
様のもとに出て行って、神様とヤコブのようにイスラエルに変わるまで、徹夜で取り組んで、神からの答えを待ったことがありますか？その前に誰かに言ってません？あの牧師こんなこと言ったんですよ、ひどいでしょとか、逆もある。死のところに出て行って、とことん言ってないから、人前でブスーッとしたり、気分が露骨に出たり、私人のこと言ってません、自分のこと言ってますからね。そうなってしまうんだ。私を含めて。でも本当に死のところに出ていくと変わるんだ。父見てるとね、父は若い時短気でね、うちの奥さんは父をすごくね、父も母も慕ってくれてるんです。とっても良かったです。嫁と姑が仲いいのはいいことです。男性は姑、女性が姑。ね、言いましたはっきりね、私と結婚したことの一番良かったことは姑だって。私にはないっていうことですね。仕方がないですね。まあ、そう言われても仕方がないから。でも知らないんですよ、若い時よ、私幼かった時よ、一番上の姉が負った十字架をどんなに短気でどんなにひどくてどんなに怖かったか。でも父は教会から離れなかった。問題起こった教会で、紛争起こった兄弟で、教会が分裂していろんなことが起こったけど、教会から離れなかった。そして神様のところから離れなかった。すごい時間かかりましたよ。でも本当に変わっていったんです。息子が言うから間違いない。私は天国行った時の父を見た時思う。この方の息子でよかったって。それは若い時から立派な成熟したお父さんじゃなかった。家計だらけでボロボロだった。怖いだけだった。でも間違いなく神によって父は人生の汚点も失敗もした。でも全部許されて変えられて、父も母も変わってきたんだ。この夫婦は素晴らしい、なんかもう本当にこの素晴らしい結婚なんてなかった。喧嘩しょっちゅうやったんだ。でも神様と向き合ってたから、神によって作り変えられていったんだ。61年間、いい夫婦ですよ。イエス様前に座らないで、どうしてその子を生けるんですか。時間を割かないで、どうしてキリストの心の底からの願いや言葉が聞こえてきますか。その言葉に秘めた神の愛や神の願いや内側から言葉しの思いがどうして上がりますか。あなたは十字架のイエス・キリストの完了したって言った時の叫びと、我が身我が身どうして私を見せられたんですかって言った時の叫びと、父を帰れ許してくださいって言ったその一つ一つの祈りの深さを知ってますか。その言葉に心が埋めて泣いたことがありますか。逆にそれによって生かされていることに嬉しくたまらなくなったことがありますか。本当に死のもとに座ってたらね、神は語るんです。エコヒーギーなんか絶対ない。その神の言葉は私たちを本質から作り変えていくし、私たちを生かしてくれるし、この最後にちゃんとやれば、新年度、神の望みに溢れる。そして、最悪の時も望みに満ちた顔に変わる。一目見て、今日は調子がいいか悪いか、そんなこと関係なく、関係なくなってくる。別に望みちゃんって言ってませんよ。私、自分自身のこと思って言ってますよ。全然誰かじゃなくて、自分自身は本当に思ってますよ。神との交わりなんですよ。二つです、今日は。よくしてくださったことを何一つ忘れるなって、本当によかったってこと、最悪なのにこんなによくしてくださった、逆転してくださったってことと、分からない、なぜこうだったんですかって、
でも最善以外なさらない神だから、このこともありがとうございますって神に向かって言うときに、あなたは愛外の方じゃないから、その方がしたんだからさっぱりわかりませんけどありがとうございますって、そして最善以外なさないって言ってるから本当に感謝しますっていうときに、その向こうにある神の祭典が見えてくるっていうか、なされていくんですよ。そしてもう一つは、じっくり座って主と交わる。で、主から聞くんです。言っちゃダメだと言いますね。自分も言っていいけど聞くんです。言うだけじゃダメです。言っていいけど聞いてください。その時に ね、神様あなたに語る言葉がある。で、あなたにだけ語って、いい意味でね、あなたにだけ語る言葉がある。イエス様と内緒話をしないと。あなたにだけ語ってくる言葉をどれぐらい聞いてますか。で、それをね、この年度末、代価がいりますよ。代価がある方にとってはお金という代価かもしれない。ある方にとっては時間というすごい代価かもしれない。代価を払って神のところに行く。なぜかって、それだけの価値があると思うからです。1万円持ってこの水買う人いないでしょ、日本では。世界に行ったら分かりませんよ。お金持ちって書いてあるからね。でも日本では1万円の価値が払うと、もっと払うでしょ。イエス様の前に立つ時間にどれだけの価値をあなたはつけますか。だから代価って言ったんです。それだけを払ってでも人の交わりの時間を大事にするってこと、この年度末ね、やってみてください。間違いなく神はあなたに語って、それは来たるべき年の宝になります。そして神の栄光を必ずお互いに見るようになります。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。時間になったのでね、終わりたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。マリアが座ったように、私たちもあなたの足元に座り、あなたとの交わりの時間をとって、あなたの声を聞くことができますように。また主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって詩篇に書かれていますが、間違いなく良いことをされました。そのことを感謝し、また最初は痛かったり分からなかったも、見事に逆転して本当に良かったと思えることもありました。そしてまだ正直よく分からないことや、肉は嫌がっていたりどうしたと思ったりすることもありますが、あなたは最善以外なさらない愛の方ですから、本当に感謝します。ありがとうございます。どうぞこの年度末に一つ一つを丁寧に感謝し、一つ一つあなたに感謝し、そして深く交わって御言葉を歌う時、この時を持つことができるように、どうぞ導いていってください。ありがとうございます。本当に感謝いたします。お祈りをしたい。